どうぞ。はい、回りました。恋本ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。女優小野百合の映画の話をしましょうよのお時間です。最近は皆様からの癒しをテーマにいただいたメッセージをご紹介しておりましたが、本日は、容赦なく割愛いたします。今日お話しする映画はですね、癒されてる場合じゃないんですよね。なので、まずゲストからご紹介いたします。12月12日に新作映画ブライの公開を控えていらっしゃいます井筒監督です。はい、やってきました。はい、はい、ありがとうございます。こっちこそ、はい、本日はお越しいただきありがとうございます。はい、あと公開決定おめでとうございます。いや、まあ別におめでたいほどのもんじゃないけど。おめでたいですよ。まあね、いや、コロナの中でなかなかできなかったからね、うん、しょうがないんだけど、うん、でもね、年末にこれできることになって愛になったわけで、はい、まあ、ありがたいことではありますけどね、はい、だから正月映画ですよ。そうなんですよ。で、僕にとって正月映画は今までないのよ。初めてということですよね。うん、正月映画ってね、クリスマスおよび正月、うん、年末およびクリスマス映画っていうのは、うん、はい、大体これあの業界の常識で、はい、工業界の常識で、はい、まあ、大体ね、その何、年末気分とかさ、はい、正月の前、はい、何もすることないでしょ。結局は忙しい忙しい言いながらね。案外ないんですよ、テレビもね。その時にちょっとこう暇つぶしにね、うん、なんか落とそ気分で見ようかっていうものが正月映画なんですよ。はい、だから、はい、難しいもんとか、うん、社会的な深刻なもんとか、うん、でそういうものはあの正月映画公開にはならないんですよ、普通。そうですね、そうですね、今までは、はい、実は、はい、で僕はもうその社会派のものを撮ってるから。本当ですよね、今お話聞きながらうんって思いました。そうなの。だからこの正月映画に本当はふさわしくはないの、はい、あれだから面白い。だから、いや面白いな。もうだって007も逃げていったから。そうなんですよね、007もコロナのせいで逃げていったから。だからうちらさ、おラッキーってなもんで入り込んじゃいました、ね、そうなんだよ。だから本当は007みたいな、ああいうおめでたいものがかかる、うんうんうん、その季節なんですよ。 あれだったらさ、はい、あんま頭いらんわけよ。そうですね、この情報をこう入れるそんなこと言っても大丈夫ですか、うん、怒られない。気楽に見れるさ、はい、あの落とそ気分で見れる、あれ忙しさの中でちょっと見に行こうかってな感じのもんが今までが主流だった、うん、だからまあ日本映画でいうと寅さんとかね、あ、まあ、簡単に言うと、はいはい、こう寅さん、うん、寅さんあんまり深刻に見るもんじゃないじゃないですか、うんうん、そうでしょ、はい、でところがどっこいですよ。ところがどっこいですよ。嬉しいですね、そういう意味では。まず12日からだからこれ、うん、ま、真っ方ガツッとこうもう社会問題作がこの登場するというか、ぜひもう劇場来てほしいな。本当に私もそう思います。もうコロナ打ち勝って来てほしいな。打ち勝って見に行かないと。劇場まだちょっとあれですよね、まあ、どうでも言いますけど、人が入りづらいかもしれない。人はちょっと入りづらいのかな、うんうん、まあでも、うん、もう入ってくださいよ。もう本当ですよ。新宿と池袋と横浜あたりを皮切りにね、うんうん、川越スカラ座も含めて、まあ、だんだん順次ロードショーだから、え、楽しみですね。沖縄の皆さんもね、おそらく年明けには沖縄の人は年明けですわ、うん、多分れそれはそれでもう一回ね、電話取材でもしてもらった時にね、うん、本当ですよ。また沖縄の人にさ、はい、葉っぱかけるよ、うん、そうですよ。ぜひね、味わっていただきたいです。で沖縄の人さ、ギャング戦争映画好きやからさ。沖縄のことね、好きなんですか。好きなんだよ、沖縄の人ってさ。はいはいはい、こうたま、なんていうの、うん、血が熱いからさ。あ、もともといろいろさ、こう絆とかさ、うん、その人間関係のその、なんていうの、仁義ですかね。仁義とか血っていうか、そのなんていうの、心が熱いからさ、だから友情とかさ、うん、大切するでしょ。そうですね。そうそう、裏切りはダメだ、あれだったの、そういうこう熱さがあるのよ。ありますね。だから沖縄のね、僕はギャング戦争をね、はい、一回や企画したことあるんだけどね。企画というと、でもね、うん、結局もうちょっと流しましたけどね。残念です。沖縄の戦後史、沖縄の、昭和史、はい、いわゆる戦後昭和史ね。
あのブライ自体が昭和史じゃないですか。このブライはもちろんこれもあの、はい、昭和史の戦後昭和史です、うん、1956年の、はい、あの少年期から始まって、はい、で青年期、はい、まあ、主人公のね、主人公がだんだんあの本格的不良少年から始めて、はい、本格的ヤクザ者として一家を立ち上げて、はいはい、それでその70年代80年代、うんうん、90年代を生き抜くという、はい、60歳まで生き抜くって話ですから。あ、はい、最後60歳代なんですね。60で、うん、あの物語は閉じるんだ。だから結構長いんですよ、うん、2時間半近くあるんだよね、うん、見応えがかなりありますね、はい、でそれはまあ日本の戦後、うん、昭和の、うんうん、こうあのう裏面師としてね、はいはい、ヤクザ社会を、まあ、あのから見た、うん、昭和史、戦後昭和史っていうものを、はい、追ってるんです、はい、うん、あの私も見させていただいて、結構怖いところもあるでしょ。かなりかなり、あとかなりって言わないでよそう、時々あるんだ。やっぱり人間が構想するとこが怖い。生々しい、あの銭湯のシーン、銭湯じゃない、温泉のシーンが、温泉のシーンで、かなり地方のあの、はい、北陸の某地方の組長さんがさ、あの植木屋さんとさ、のんびりあの露天風呂に使ってたらさ、はいはい、もうヒットマンたちがやってくんだよね。この白い温泉が乳白色 の、 あの露天風呂ね、はい、あこでね、すごいことになるじゃん。ドクドクなり、もう私もドキドキしました。真っ裸でやりましたからね。そうなん、ええ、実際皆さん、そうです、ヒットマンはあの浴衣だけでやってくるけどさ、やってきましたね。そうでしょ、はい、いきなり打つでしょ。生々しい、かなり生々しかったです。やっぱり女子は怖い。はい、そう、あの銃痕がその後も結構映すじゃないですか。そうよ、あそこが、あとおとといい銃痕といい温泉の色が変わっていくっていうのが、うん、ゆっくりじわじわ来ました、うん、リアルでしょ、はい、うんうん、まああのね、入れ墨みんな知ってるからね、うん、あれみんな入れたんですか、映画のために。ヤクザ屋さんは入れ墨家業的に入れ墨を入れるわけだから、はい、うん、そうですね、あの男っつうのはね、はい、だからそれすっぱだからままさ、うん、これであのシーン大変でしたよ。大変ですよ、銃痕がこう残るようにね、とんでもない1日がかりの撮影でね。だまあそういうさ、まあまあそれはあの主人公の、話じゃないけど、よその組織のお話だけどね、うん、まあ、要はあれです、極貧の少年が、うん、東京の近郊の田舎町で、はいはい、貧困から立ち上がりね、はい、もう社会の昭和の荒波の中でね、うんうんうん、あの弱肉強食の世界に生きていくわけだ、はい、うん、それで青年期を迎え、そして本格的に一家を構えると。はい、そうですね。で一家を構える時に出てくるのがあの主人公か、このエグザイルの。そうなんですよ、そうなんですよ。あの随分青年期から一家を構える、あの松さんが登場されるじゃないですか、はい、そっくりですよね。そうなんですよ、役者さんが。コーラム必死で選んだんだ。ものすごい、結構似てるでしょ。そっくりでびっくりしました、うんうん、最初はその青年期でやっぱり違うっていうのは分かってるじゃないですか、はいはいはい、移り変わった瞬間に、なんか一瞬目の錯覚か結構真面目に何ヶ月もオーディションしたから、はあ、4000人ぐらい来たんですよね。4000人、3000人ぐらい来たんですよね。はい、だからまあ、もちろん書類も入れてですけどね、それでね、そこから選んでる300名、はい、400名ですからね、はい、だから、ものすごく吟味したんです。顔がね、合わないとね、しらけるでしょ。そうですね、あ、変わったなって思いますもんね、まあ、裏話ですけどね、言ってしまえばいや、ただでもその青年期の頃に不良少年としてね、いろいろまあカツアゲやったりさ。そうなんですよ、あそこがすごい面白くて。面白いでしょ、はい、面白いしょっつったら不謹慎だけどね。あの、そうなんですよ、しゃあないんだもん、そうやって生きていくしかないんだから。そうなんです、仮想社会としてはあまりにこうギャップ、現代社会とギャップがあるので、あの最初はよく分かってなかったんですよ。で、うん、私あの井筒監督 の、うんうん、あの監督チャンネルを、はいはいはい、全あの YouTube でやってますから、はい、あの全部見させていただいて。結構あれあれ分かりやすいでしょ。すごい面白かったです。座談会してるの分かりやすいでしょ、はい、あれを見てから映画館に行ってもらうのが理想だなと思ってます、うん、そう思って
ありがたいですね。うちの僕の監督チャンネル YouTube で今流してますから、うん、はい、結構みんな見てくれてるんで、あれ見ながら、おさらいしてから見てもらってもいいよね。昭和史ってなかなかみんなね、今の若い子それ当然知らない。チャンネルを見て私たださ60年代のこのね、はい、今のさっきのその、うん、まさにその青年期でね、はい、もう17、18の青年期を演じてるんだけど、はい、その時ね、やっぱりまだ不良でグレンタイみたいなことしててね、うんうん、それでこれから本格的なヤクザにでもなったのかなって思ってね、うんうん、ちょっと思う頃っていうのはその60年代、実はね、それは今とそんなにね、うん、実はね、うん、そんな変わってないのよ、うん、やっぱりね、それはうん、みんなね貧しい人だらけだったんですよ。で今みんなさ貧しい人いなくなったから逆ですよ。うん、今もっと貧しい若者たち増えてるよ。うん、当然だよ。俺らも含めてだよ。僕らも別にそんななんか上流階級でも何でもないわけですよ。そんな映画監督だからとか言ってるだけだよ。本当そうだよ。みんなね、はい、明日食べていくの必死だよ。あ、本当にそれはそうです。どうやって安くて美味しいもの食べたいのかとかさ。うんうん、そうでしょ。でどうやってさアルバイトをね切られないようにさ、うん、っていうのがみんなね、うん、今の東京の若い俳優さんたちもさ、うん、しょっちゅうアルバイトしてんだもん、うん、なかなかね食べていけないんだもん。うん、もう生きるのに本当に必死です、ね、だからそう考えてみたらね、うん、その彼が、うん、青年期で60年代でカツアゲしてさ、うん、してますね。もうボロボロの服着てさ人の弁当盗んでね、高校生の弁当カツアゲするの最高ですよ。最高ですよ。最初何食べてんのかなカツアゲした弁当を食べてるんだよ。そうなんだ、立って食ってんだよねでしかも金をよこせって言って向こうも引かないっていう。そうなんだ。600円くれみたいな。そうなんだ。安保のデモに行くんで600円だけ残してくれとか言うんだよね、はい、そうなんです。もうそのセリフのやり取りが最高ですねちょうど1960年安保闘争が東京でデモがあった時代を、はいはい、のシーンですね、はい、それでそんなこと関係ねえやつってね、そんなお前そんなことよりまずはあれだ献血だろうとかってね。そうですよ、織血の話が出回ってるわけですよ。それで 血を一緒に売りに行こうぜなんてね、うん、とんでもないこと言うんですよね。すごいですね。あの頃ね、でもね牛乳瓶1本で、ね、はい、500円ぐらいで血が売れたんだよ、うんうんうん、そしたら相当な額になりますよね。20回も行ったら、うん、そうだよ、20回行こうぜとか言うでしょ死んじゃいますけど。あれでもね、あの資料を見たらね、うん、出てきたの。そういう 10回ぐらいやってもうね最後は血がね取れなくて、はい、もう黄ばんでたっていう。黄色くなってた、ね、黄色くなったって血自体がもう、はい、もうそんなね薄くなってって1日にね10回もねそんなの1日に10回は無理ですよね。打ったらね大変ですよね。でそんな時代だったんですよ。そんなことを無理してやる貧しい人たちがいっぱいいたというね、うん、特に若者ね。はい、だそこをこうちょっと絡めてさ描いた。生きる力のがすごいですよね。血を売っても生きよう、何をしてても食っても生きようっていうエネルギーが、なんか弁当食った、立ち食いでやってましたね。やってました。めちゃくちゃだもうめちゃくちゃですよ。でまたその後ずっと食べてるって。そうそれでいやいやなかなかいいしなでそれでまた悪いことしちゃうんだよね。そうなんですね。それで上のさ、上のっていうか、はいはい、プロのヤクザの組織、うん、組のためにさ、うん、ちょっと切り込みに行くんだよね、うん、びっくりしました。そうなんだ。急に変わっていく、ね、時代が変わっていくのを感じましたね。50年代から60年代になって60年代になってで切り込みに行ったらさ、うん、2、3年懲役でも行きゃさ、はい、今度は帰ってきたらさ、うん、おい一発の男として迎えてやるよなんて甘い言葉に誘われてさ、それで男を挙げにさ切り込みに行くんだよね、うん、そしたらさ、はい、何のことはないんだよな、うん、もう今度はあれだシャバに出てきたら、うん、戻ってきたら、うん、もうその組はなかったというね、はい、なんかそんなんで、それで彼はまた一念発起して、はい、よしもうこうならよし本格的に俺は一家を立ち上げて、うん、よし勝負してやるぞってな感じでね、
弱肉強食のそのまあ、ヤクザ社会に、うんうん、まあ身を投じていくんだな。はい、そうですね、うん、それがあのオリンピックの、そうだね、オリンピックの後だね、うん、1964年のオリンピックはまだあの監獄に、ね、刑務所にいるシーンでしょ。刑務所で刑務所を眺めて、そうそう、刑務所眺めてんだよ。で、刑務人さん、お前も頑張って生きろよなんつってんだよね、はい、あの刑務あのずいぶん毛の長い刑務士でしたね。あの刑務士ね、あ、いや本当の刑務士ですよ。思わんかね、CG 違いますよ、本当ですよ。本当に刑務士、あのちゃんと出番あったんですよ、待ってたんですよ、お利口に待ってたんですよ、で本当に一発 OK だったんですよ、ピューで動き出したんですよ。いい役者ですね。いい役者ですよ、はい、いい役者ですよ。そのアクションって動き出したんですよ、本当に。本当ですか。本当に偶然にピュー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 って、おー動いた動いたって言えば、それでか、主人公がさ、うん、お前も頑張ってな、生きないとなっつって、俺も頑張るからな、うん、なんてね、しみじみ言うでしょ。言いますね。あれはユザルのまっちゃんの顔に結構似せてね、似てるんですよ。頑張ってあの、はい、選んだんですよ、あの子ね。すごい似てます。あの子役者なんちゅう子でしたっけ、あれ。斉藤よし君だ。よしき君だ。斉藤よしきさん。ああ、まあ結構、ね、結構やってる、頑張っていく子やね。体もすごくいいですよね。まだ若いよね。ね、20歳とか。23しか。そうだね。そうなんですね。これからの子だね。うん、まあ、でもあのすごくいいシーンがいっぱいあって、それで俺のオリンピックのさ、選手たちはさ、はい、オリンピック金メダル取った、日本女子バレーソ連に勝った、金メダル16個取ったって騒いでんだよね、はい、そういう時代ですよ。そうですよね、みんな騒いでたの、日本中騒いでたの。なんか幸せな時代ですね、そう考えると、うん、みんな騒いでたの。だから刑務所の中でも大騒ぎしてんの。だからなんだかね、まあ幸せな時代なんだけど、うん、なんだか逆に言うと能天気だな。みんながさ、まあそのバレーにバレーの16個の金メダルに励まされたっていうかね、はい、うん、それで俺たちもさ所得倍増で頑張るんだみたいな、はい、そしたらあの不良もさ、うんうん、主人公もさ、俺も頑張る、俺も所得倍増だっつってさ言うんだよ。本気で本気で考えるんだよ、ね、始まっちゃうわけですね。そうなんだ。そして3期に、うん、あの入るんですよね、うん、そしたらあのエグザイルのまっちゃんがいよいよ、うん、あの網走ですか、網走のまだ刑務所に入ってんだよね。そうなんですよ、さっきから聞いて、大人になっても刑務所に入ってんだよね。そうなんですよ、出たりその60年代主人公が出たり入ったり、はい、出たり入ったりを繰り返してるということですよね、うん、そうですね、うんうんうん、まあ何回か入ったり出たりしてたわけですよ、うんうんうん、まあ、その後も出たり入ったり繰り返しますけど繰り返しです、うん、だからそのいわゆる、まあ、17、18 の, その青年期、はい、少年期の終わり、うん、その頃は、まあ、実はあれ、刑務所というか、まあその最初の方はね、拘置所なんですよね。で、はい、2回目に、はい、そのオリンピックの時で、はいはい、よし俺も所得倍増だとか言って、刑務所の時ですね。そうそう、刑務所、あの時はちゃんとした刑務所入っちゃってるんだよ。 その時はあれはやっぱ切り込み行っちゃった後だから、だから結局ね、殺人未遂になったんだよ、ね、うん、あれ別に殺しに行くわけじゃないんですよ、切り込みだけ、うん、薬剤屋さんっていうのはね、はい、脅しに行くだけなら切り込みに行くだけなんですよね。だって本当に殺してしまうとさ、はい、そんなの懲役、うん、とんでもない長い間さ、ね、青春がぶっ飛んでしまうじゃないですか、はい、あんなに若くて、ね、で帰ってきたら、だからみんな結構ね加減して喧嘩したのよ。まあ、その加減が体で分かってるっていう時代のもあったのかもしれないですね。まあ、そう、うん、その通りね。今時代感覚で分から、今の子は分からないね、うん、分からないですね。本当にあの刃物を持たせたらどうなるか分からないでしょ、うん、分からない、本当に殺しちゃうよね。それやっぱりね、プロになろうとするね、うん、連中はね、やっぱりその加減したっていうのね、まあ、これ取材で、うん、得た話です、ね、やっぱり表面的だけ、そう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 、要はあの相手をさ、なんていうの、脅したらいいんだからっていうね、うんうん、そこに爪痕を残すっていう形ですね。そうそうそう、だちょっと計算しながらやっぱり喧嘩したってか、よく喧嘩しながら、はい、あれ切り込んだっていうか計算してたんだよね。映画の中でもヤクザもんは結構勉強が必要とか努力が必要とかっていう言葉が出てきて、
あの朝5時からみんな起きたりとかをしてるじゃないですか。そうですよ、本当にもう。でも頭叩かれて茶髪だったらもうお前それ直せとか。茶髪お前こんな頭でお前出てくるなっつって、はい、なんかそういうところが あのむしろ何ですかね。すごいこと言ってたよ、うん、こんなうんこ頭、うんこ頭って言ってました。茶色から。でも死んなやめろとかね、うん、そうなんですよ、まあ、当たり前ですよね。薬は絶対にするな、うん、まあそれはあヤクザ社会の掟ですよ、うん、一応。そうなんですね。一応掟ですよ、うん、あの一家の掟ですよ、うん、一家のそれぞれ掟が違うけど、うん、まあそんな薬に手出したりね、うんうん、まあなんつうの、まあ、売春に手出したりね、うんうん、そういうことはするなと、うん、喧嘩とね、うん、それとまあ、みかじめとか、うん、あるいはまあその経済行為としてね、うん、の中でやっていけと。あとパクチーですよね、うん、だからその辺はやっぱりみんなそれぞれ掟があるんだ。ああだから先輩がっていうか兄貴が、うん、下っ端に言うんですよね、うん、入りたての新入生に、ね、うん、はいはい、お前そんなお前いい加減なチャラチャラしたっかの頭で来るなっつって、あと B さんもやめろと。そう B さんなんか履いてる場合じゃねえぞっつって、うん、お前ちゃんとしろっつってでしょ。はい、なんか胸がちょっと熱くなるというか怒ってくれる人ってやっぱりすごく大切じゃないですか、はい、そんなにこう身をもって叱ってくれる人ってあまり出会わないと言いますか。そうね、そういう意味じゃそうか、はい、今あまり怒ってくれる人いないんだ、うん、いないんだ。そうですね、そんな風にこう、うん、で避けるんだよね、うん、そうですね、争いを避けるっていうのは、うん、で怒る人いたらもうちょっと避けちゃうみたいな。あ、そういうとこもあるんじゃない。そうでもない、叱ってくれる人の愛情にもよると思います。やっぱり分かるじゃないですか、うん、何をもって叱っているかっていうのは。その通り、うん、それがある人だったら叱ってくれる人だとむしろ多分懐くっていうのはあると思うんですけど。そうなんだよ、愛を持って叱るんだから、はい、それがなければやっぱり伝わらないだろうし、うん、理不尽なそう理由で怒られるっていうのも今はいっぱいありますから。だから姉貴分なんかがね、うん、ちっちゃい事務所で叱るでしょ。それそうなんですよ、ちゃんとしろっつってね。素敵でした。結構ね、うん、ヤクザの叱り方としてはねかっこいいですね。ヤクザってのは気合い入れないと本気にならないとできないぞと、はい、分かってんのかっつって言うでしょ、うん、やる気がないとできないからなっつって、はいうん、はいはいって聞いてるでしょ、うん、で子もなかなかね後々成長していくんだ。成長っていうとそうなんですよ。あそこ後半かなりグッときますね。昭和の最後まで行、うん、ってね一発のね、はい、なんだか組員なんだ、うん、それでレンタルビデオ屋をね脅しに行ったりするんだよね。なんでレンタルビデオ屋の登場は。あれはねちょっと話が飛びますけど、はい、そうなんです。ちょっと時代が飛びますけど、はい、いろんなエピソードがあって、うん、構想があっていろいろあって、はい、なって、ね、組も大きくなって、はい、一家が大きくなって経済ヤクザ行為をしだして、はい、で太ってくるわけですよね、うんうん、でそれで昭和の終わりを迎えるわけ、うん、昭和天皇が崩御して、はい、でその日ね、うん、その日のことを描きたかったんだけど、はい、いろいろあったわけでね、はい、たらその昭和天皇さんがお亡くなりになった時っていうのはね、はい、覚えてないでしょ。うん、ちょっとちょっと何歳だか分かんないけど知らんでしょ、うん、そうですね、もうないないでしょその時はね、うん、はい、本当にね日本中がね歌舞音曲の禁止と、はい、慎めと言われてね、はい、要するに大きな音を出したい、まあ、今のもうコロナ以上ですよ、はあ、歌舞音曲っていうのはね、はい、要するに歌ったり、うん、踊ったり。あ、歌舞って、はい、うん、そういうこと。歌歌舞、はい、歌う踊るそれから音、うん、鳴らす、はい、うん、そうそう、歌舞音曲の禁止、これをねもう日本中が守ったんですよ。これすごいですね。歌舞音曲の禁止って初めて聞きました。禁止っていうか、まあ、慎めということだよね、はい、でそれは自然とそうなったんですよね、その、はい、昭和天皇が死んだ時ね、はい、でそれでねみんなさやることないわけよ、はい、テレビなんかさかけたってさ、うんうんうん、もう一日中、うんうん、
天皇家のことばっかりですよ、うんうんうん、お亡くなりになったことばっかりで、はい、関連のこと、うん、だからさもう何もそんな普通の番組は流せないわけ、はい、あそうなんね、バラエティーも何も平島もないんだよ。そうなんね、何もない、はい、漫才なんかそんなもん流せないんだよ。謹慎で株音楽の禁止だ。そうですよね、流せない。そうするとねみんなさ現象としてよ、うん、どうしたかというとこうみんなねレンタルビデオ屋に行ったの。そういうことなんですね。それであのシーンを作ったの。あ日本中のレンタルビデオ屋がねものすごく満員になった日なの。それからしばらくずっと満員だったの、はい、1週間ぐらいは慎んでましたから。テレビ見たってな意味ないんだから。ずっともう慎んでたんですね。慎んでたの。うわ、そういう日だけじゃないよ、はい、しばらくよ。あだからどこもパチンコ屋さんもそう簡単に入れなかった。もう閉じてるとこが多かった。本当にコロナどころじゃないよ。そうですね、今は何でやってるんだっていうぐらいですもんね、うん、ぐらいじゃあそんなのさ、うん、もうそのもうシーンとしてたの街中が。だからもうレンタルビデオさんねみんなあれヤクザがさ借りに行くんだよ。借りに行ってるんですね。借りに行ってんだよあれみんなね。あれ8人ぐらいでみんな借りに行ってんだよね。みんなですごい物色した。めちゃめちゃ大きな携帯電話持ってね。それで組と連絡事務所と連絡しちゃってさ、はい、おい何借りてこいこれ借りてこいとか上から言われてるのリアルですね。リアルじゃあれ。ほんで吉原炎上ってのはいいぞっつってねあの名取裕子がよなんてあのお兄さんが兄さんが言うでしょ、はい、だからそれでさいろんな話してんだよね。そこにあの紛れ話として、うんはい、あのレンタルビデオのパッケージを、はいはい、あの茶髪を、はいはいはい、諌められたあの男が彼が、はい、チンピラ署が、はい、もう立派な組員になってて、なってます、なってます。それであのビデオのパッケージ持ってくんだよね、うんはい、でダイハードのパッケージなの。でそれをさ兄貴分に見せて、うん、こんなことやってますよっつって、うん、公開そうなのよ、うん、であれはさ要するに発売日ありえないのに出てるわけですよ、うんうんうん、あつまりこのダイハードってお前来月公開のやつじゃないかって言うでしょ。それは当時それはみんな知ってましたから、うん、ダイハードが来月やってくることぐらいは、ね、楽しみになる、ね、本当そうなの、うん、でそれでねこれ来月公開なのになんでお前こんなビデオ出てんだって、うんうんうん、つまり海賊ビデオなんですよ。でその海賊ビデオを当時いろんな普通の人間たちがやってたのよ、はい、あそうなんですか。ヤクザ社会のその家業じゃないの、はいはい、普通の要するに人間たちがその裏で、はい、その工場でもうビデオ作ってたのよ。工場で勝手に。あ本当に本当にすごいですね。本当すごかったの。へそういう時代なんですよ。あなのであのダイハードもあれ偽物のコピー品なんですよ。ああ偽物のコピー品。そうあれバッタモンなのよあれ。あれどっかで適当にコピーしたやつなの。だって公開前なんだからそうですよ、ね、あってはならないんだよ、うん、でそれは当時ねやっぱり、まあ、そこまではさすがにね、うん、描いてませんけど、うん、あの 裏として裏ストップ裏入りますもんね。その裏側としてはね、はい、その地方のというかその関東近郊のこの田舎の工場があってね、はいはい、そこでビデオコピーを作ってたの、はい、すごいですね。それで大量にね、はい、大阪や東京や名古屋に流してたの。もう全国にそこから。そうなの。そうしたらビデオ屋さんはさそんな大きなビデオがない時代なのよ、うん、あ伝えなんかなかったのよ。あそうなんですね、うん、まだちょろっとあったぐらいなのよ、はいはい。まあ、そんな大チェーンはなかったの、うんうんうん、それでみんなねいろいろ渋谷とか新宿でもね、はいはい、小さいビデオ屋さんいっぱいあったの。当然ですよ、はいはい、でそこにみんな群がった、うんうんうん、でそれで、うん田舎も一緒だけど、うん、でそれでその海賊ビデオがもういっぱい並んでたんですよ、うん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 、そういう時代だからダイハードおいこれ誰が持ってきてんだってちょっと、はい、店長を締めてきますよって言うでしょ。言ってきます。あの場面なんですよ。ちょっと締めてきますって、うん、ちょっと事情聞いてきますって言うでね、はい、つまりうちらの自分たちの一家の島内なんですよ、うん、あのビデオ屋さんは、はいはい、まあつまり、うん、やつらの、うん、虚勢を張っている要は縄張りの中にあるビデオ屋さんなんで、うんうん、それは勝手にそんなね誰かがしのぎをしていると、うん、これ許せないと、はい、だからあの店長ちょっと締めてこいとこうなる。
ちょっと舞台裏を話しすればそんなことな、うん、あ、いやでもすごいそこにも時代背景を感じますし、まさにその、うん、その天皇崩御の日のことな、いややっぱりもう伝え慣れしてるじゃないですかそうでしょ、なのでその一言で DVD なんかなかったんだよ、そりゃ そうですよね、あの VHS、うんしかなかったんだよ、まあベータと、あーでもほとんど VHS の時代になってたから、レンタル店は大変ですね、結構大変ダメージができるじゃないですか、あの VHS、そうなのよ、テープって伸びちゃったり引っかかっちゃったり伸びちゃったりしますからね、うん、でも当時やっぱりそういう海賊物がね、うん、いっぱい業者は関係なく作ったんだよね、作りやすかったんですね、そうなのよ、だからそんな違法行為さ、うん、だからアメリカ、うん、アメリカ映画協会っていうのはすごい G メンがいてね、はい、うん、すごくちょっとあれしたのよ、捜査したのよ、本当に一時いい本で、僕もそれにちょっと、はい、一緒に取材したことある、一緒について回ったことある、テレビ番組でドキュメント番組でね、面白いですね、そんな番組があったんですね、うん、そういうのはちょっと頭にあったからさ、はいはい、それでああいう場面入れてみた、じゃないとあんな生々しいシーンないですよねああいうエピソードってのはね、まあ、まさにこの昭和の終わりのさ、はい、ことなんですよ、でしかもそのね、うん、地元のヤクザさんにとってはさ、うん、勝手にこんなものが素人がどこかで、ね、うん、仇がさコピーし俺らの真似してさ、うん、勝手にやってやがるみたいな、そういうねそういう場面、そういうことなんですね、あ、まあ、もうかなり映画の後半ですけどね、そうですね、ちょっと今後半の方にスキップしちゃいましたけど、まあ、はい、いや、そういったなんかお話をやっぱり YouTube チャンネル見てると、うん、拾えるじゃないですか、たくさん出てくるじゃん、なので、本当に面白くて、私も監督が YouTube チャンネルで多分年表を見られながらお話をしてたので、うん、そうなの、年表を見ながら喋らないと俺もさ、もう昭和のさ、うん、30年間も言わなきゃってなんだ50年代から90年代まで、でも僕はそう、映画の中でブライの中でね、うん、やっぱりその裏裏面紙をね、うんうんうん、ヤクザの裏面紙を描きたかったけど、はい、あそれは合わせてね、うん、その当時その時代時代のねいろんな映画を紹介したかったんだ、それはそれでね、ヤクザものも誰ものもね、やっぱりね映画好きなんだから、あ、それ映画見に行きますよ、そうですよね、ゴッドファーザーはどうだったとかさ、いろいろ言うでしょ、話出てきますもんね、はい、でそのもっと前ならさ60年代ならさ、うん、ゴッドファーザーは71、2年の話なんですけど、うん、2年か、60年代だとね、はい、その大英の映画がかかっているね、はい、ところでヤクザの組員たちがさ、はいはい、見に行って遊んでるとかさ、うん、ありましたありました、いろんなちょっとね映画をね、スカラ座前とかもありましたよね、散りばめてんですよ、はい、うん、川越のスカラ座使わせてもらったんだけど、うん、今だにあんな感じの外見なんですか今だに学校に昔のポスターいろいろ貼らせてもらってさ、12日スカラ座も公開ですか、スカラ座は12日同時にやるよ、あ、ちょっと行きたいですね、多分スカラ座満員になると思うな、私地元近いんですよ、ああ川越近いので、あ、いや、あこいい、あこもいい映画館だしな、できれば行きたいんですよね、一番雰囲気がやっぱりあるし、映画の中に出てきた場所って今じゃ巡礼っていう言葉がありますけど、巡礼人ちょっと続出してほしいけど、うん、ねえ、巡礼で伺いたいですやっぱ雰囲気の中で映画を楽しめたら、そうです、ブライの場合はやっぱり最高ですよね、そう、うん、で時代時代のね、そういう映画散りばめて行ったんだけどね、うん、だから例えばなんだ、そのゴッドファーザーも出てくるし、うん、仁義なき戦いのセリフも出てくるし、うん、出てきました、あとまああのあれか、北陸代理戦争の、うん、うん、ヤクザ映画を本当に見に行ってる場面あるでしょ、はい、ああいうとこも、ね、わざわざ作って劇中の映画を作ったって伺って、そうよ、あれあそこの作中、劇中劇ですけど、生々しいですよ、車で走っていくし、そうだよ、いやあれその本編に合わせて、うん、合わせてというか当時の東映映画に対する、うん、まあ、オマージュです、はい、だからパロディでやったんだよ、いやまあ、セリフは全部変えましたけどね、そうなんですね、でも雰囲気的には雰囲気はもう見た人は松方弘樹さんにそっくりな子を探したりさ、はい、いろいろ雪を求めてさ福島の方まで行ってさ、
頑張ってあの再現ドラマ風にしたんですよ。雪の中本当に撮ってるんですか。そうだよ、そうだよ。で雪の中に埋めてさ、それであのなんかね首を跳ねたりするとんでもまあ、うん、それはあの有名なシーンなんですよ、うん、あの映画のね、はい、でそれをまあオマージュするために、はい、あの やらせてもらいましたよ。まあまあパロディーなんで、うんうん、セリフは全部もちろん変えてますけど、うん、はいはい、当然で、あのその時代ですよね、うん、76年ぐらいのあの真ん中ぐらいの映画の中ではちょうど真ん中ぐらいの話ですよね、うん、はい、そうですね。それと同時に、まあ、要するに74年とか5年頃に、うん、その那覇の皆さんにもちょっと聞いてほしいんですけど、その沖縄のね、はい、あの返還、いわゆる返還が72年なんで、うん、それでその日中国交も回復してね、はいはい、あのパンダブームになってね、うんうん、出てきますね、そんなパンダも出てくるでしょ、うん、パンダのシーンも出てくる、あのぬいぐるみ渡すシーンも出てくるでしょ、はい、でその時にね沖縄は沖縄でね返還をしてね本土復帰したんだけども、はい、まあ、あのこれからに本土と一緒にあの本土ですと本土に要するに帰ったわけですけど、うん、そのそうそうパスポート必要なくなってね、はい、左通行から右、うん、右にあ右通行から左かになってね、はい、いろいろ変わってドルから円に変わってね、うん、すごいですね、いろいろあの返還によって、うん、大変だったと思いますよ。大変だったと思います。沖縄も混乱したんだと思いますよ。でもそこでの、うん、まあ何て言うかな、そのいろいろなこう変化がある中で、うんうん、まあ芸能界的に言えば、はい、その沖縄サウンドというもの、つまり沖縄のタレントさん、うん、あのミュージシャン、はい、あの要するに歌手が出だすとことなんですよ。うんうん、そうなんですね。そうなのよ。この1970、まあその返還をきっかけに、はい、あもうどんどんこの沖縄のタレントが出てくるんですよ、はいはい、輩出されるんです。そういうことなんですね。でそれでその、はい、当時一世を風靡73年ぐらいになりますか、うん、すぐ出てきたのが、はい、フィンガーファイブなんですよ。はい、でこのフィンガーファイブの5人組さんが、うんうんうん、まあ、つまりあのアメリカのマイケル・ジャクソンのあの5人組の、うん、ジャクソン5をもじって、はい、ていうか真似してというか、はいはい、それフィンガー5っていうのができたわけ。そういうことなんですね。でこれがですね日本を席巻するんですね、うん、うわー熱いですね。それでね、うん、個人授業がもう爆発的ヒットするわけね、はい、でそれで歌面白いから、はいはいはい、あの要はまっちゃんが、うん、はいはい、あの組長が、組長がですね、姉さんを最初に見初めるとこね、うん、ホステスの、うんうんうん、キャバレーでね、はい、その時に要するに引っ掛ける時に、うんうん、車の中で、うん、その個人授業が流れてんだ。はい、流れてます。流れてんで、その個人授業をそのまま出すとさ、うん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 、なんかなんていうの面白いからさ、うん、よしそれもパロディでうちらで作ろうってさ、はい、実はミニサントラ版に入れてますけど、すごいですね。入れてるんですけど、このブライのミニサントラ版に、はい、春夏秋冬のミニサントラ版に入ってますけど、はいはい、個人授業も入ってるんですよ実は。おそれちょっと言ってください。これは発売されるもうされてるんですね。発売されてるんですけど、もう一回再ちゃんと発売してますから、はいはいはい、ブライの全曲集春夏秋冬、はい、もう発売されてますね、はい、収録曲が、春夏秋冬泉谷しげるさんのブライバージョ ン、はい、これあ かっこいいですよね。この歌も新しく入れてもらった。熱き心にと恋のバカンス、うん、で先ほどの個人熱き心には大竹英一さんのね、はい、小林旭さんが歌った、はい、名曲ですよ。あそうなんですね。かっこいいロックサウンドですよ。あ、ロックバラードですよ。ぜひ聴いてもらいたいですね。それも作りつつ、うん、歌いつつ、はい、その個人授業も個人授業が入ってきますよ、はい、パロディで作ったんだ。すごい。でこれはね、はい、登場人物の、うん、とある奥さんが、はい
やって歌ってくれてんだ。そうなんですか。奥さんと女が歌ったらあかんやろで、だってフィンガーバイブっていうのは男の子なのよ。ああ、そうですよね。マイケル・ジャクソンですからね。いや、マイケル・ジャクソンじゃないし、その沖縄の沖縄のフィンガーバイブは男の子なんですよ、ボーカルは。ジャクソンファイブではなくフィンガーファイブ。そうです、フィンガーファイブよ。カジエザーかんよ。フィンガーファイブを映画で使われへんやから。そりゃそうですね。あ、いや、マイケル・ファイブ、マイケル・ジャクソン無理無理無理。なのでそのね、はい、その映画の登場人物の、うん、奥様が、そうそう、クミンの役やったこの、あの俳優さんのね、うん、あのダンプカーで突っ込むあの役者さんのさ、はいはい、あの奥さんがさ、はい、あの歌えるっつってで 歌ってくれたの、はい、あ、でうまいからさ、じゃあもう サウンドトラックに入れてやろうでっつって、いい話ですね。でもちょっと頑張ったらさ、はい、男の声にもなるんじゃないのっつってさ、うんうん、それでやったんだ。聞こえるんですね。すごい。だからよく聞くと偽物なんだ。ああ、これよく聞いていただきたいですね。まあ偽物じゃないけど、あのカバーです、うん、いや面白いのでぜひ皆さん聞いていただきたいです。はい、ブライ全曲集春夏秋冬です。あのこの番組でも多分今流れてると思う、うん、そうですね、はい、この時にちょうど個人授業をあの流すようにいたします。 そ, の、はい、その時にその、うん、あのあれだ、それが1973年4年ぐらいの、うん、出会いですね、話ですね、はい、ヒロインとの出会いがここで出てくるんですね。71年に沖縄返還協定の調印式があって、うんうんうん、そんなことですね。でそれからあの72年に、差し掛かるあたりのシーンで、はい、あの流してるんですよ。その時あのその組長、若き組長はあの姉さんを見初めると、はい、車の中から、うん、あの柳ゆりなちゃんが、うん、まあ、姉さん頑張ってくれましたけど、素晴らしかったです、はい、本当に女性から見てもいい女だなって思う役ですよね、うん、あの子いいでしょ、本当にいいです、かっこよかったです。あの子とあなたとどっちが年いってんの。私かもしれない、ね、私かもしれない、はい、あの子はまだあの子っつったら怒られるよ。柳ゆりなさん、お姉さんは柳ゆりなさんはもう二十歳代の後半だ。いやでも、ね、その後ずっと長90年代までね。でもね、かっぽくあるでしょ。かっこいいですよ。切符がいいでしょ、はい、ちょっとやっぱりね、着物がね、うん、稲瀬に着こなせないと、うん、ヤクザの組の姉さんはできない、うんうん、だから頑張ってくれましたよ。すごい素敵でした、うん、とにかくかっこよかったです。やっぱりあれだけ若いもんにも言えて、まあね、一家をさ裏で支えていくさ、同級生が途中で出てくるじゃないですか、ヒロインの方の、うん、ヒロインの同級生、はい、地元でお父さんに、うん、ヒロインのお父さんに会って、うんうん、それから一緒に同級生だなって、はい、同級生が、で同級生なんですけど、はい、組員で、これからよろしくお願いしますの時の対応が対応が姉さんなんですよね。ここの後半から70年代後半から一気に姉さんが加わってきて、一気に姉さん顔になってなります。そこがおって捕まれるポイントですよね。おってなった、なります、かっこいいなと思ってでしょ、うん、まあ、それはヤクザの一家のさ、やっぱりその屋台っていうのを、うんうん、屋台骨ですから、はい、そのね、台所を任されてるわけだからさ、うん、そのやっぱり自分の亭主も、はい、うまく導かないとはダメだし、うん、ね、はい、あるいはまあそれは亭主は何するか分からへんわけだからさ、本当ですね、家業が、うん、何があるか分からない、はい、組長といえどもね、うん、すごいことになる、どんな人生が、うん、であろうがついていかなきゃならないのがお姉さんだから、はい、支えてね、はい、でなおかつ周りの組員全員の、うん、なんていうか、姉さんですよね、まあ、姉さんというか、母さん、ね、まあ、お母さんでもあるわけですよ、はい、ヤクザ一家っていうのは疑似家族、はい、疑似家族だから、やっぱりその親分と子分あるいは兄弟分も含めて、はい、で姉さんがいてとか、まあ、それは半分母親代わりなんですよね。うん、まあ、それはヤクザ社会というのはその一
市民社会からの周辺に、はい、うん、まあ、追いやられたね、うん、いろいろやっぱり境遇や生まれた時の境遇やね、うん、あるいはその、まあ、その、まあ、家庭事情が、ね、うん、あって、はい、ヤクザの社会に身を投じる、そういう、まあ、周辺の、はい、最下層の人間たちだから、うん、そんな、なんか生きてさ、好んでさ、うん、いや俺はヤクザ好きだからとかそんなんでなる人はなかなかいないんですよ、うん、だからやっぱりね境遇の事情があるんだね、うん、だそういうに終焉に追いやられたとこから這い上がっていく、はい、それは社会からそう簡単にはみ出してさ、うん、どっか行けるわけじゃないんだから、やっぱり社会の中で生きなきゃしょうがないんだから、はい、それはやっぱりヤクザ社会に身を閉じるということやからね、だからその、うん、そういうこと、そういう子というか子分さんたち若衆たちをやっぱり束ねていくというか、うん、面倒見てあげないと、うん、はい、時にやっぱりお小遣いもあげね、あ、それはいろいろ誘導してあげないとさ、はい、だから厳しい、厳しいです、なじるとこあるでしょ、あります、若造にね、うん、今日からこんなものやめな、死んなやめなとかってさ、かっこいいんですよ、そこがこと始めですよね、ことはじめの時ね、そこ81年のこと始めのシーンでした、うん、そこがこと始めて初めて聞いたので、そう、まあ、ヤクザ社会はそういうこと始めを年末に済ましてしまうんですよ、うん、年末なんですか、年末に、年始かと思ってました、年末に済ましてしまうんですよ、業界のね、まあ習慣だな、12月のうちに真ん中ぐらいに済ましてしまうんだ、いや今ちょうど80年代に入ったので、その時にみんな一堂に会した時に、はい、チンピラがさ、うん、今日から組に入るとか入らないとか、いい加減な不良少年がそうです連れてこられるんだな、そうですそうです、それでさ、なじるっていうか、うん、叱るっていうか、うん、明日から5時起きだよっつって、そうなんです、そこのシーンがまた私も好きで、あ、そうですか、ハマっとんなおい、かっこいいなと思って、ハマっとんな、ハマってくれたね、いや、ハマってほしいよ、いや、やっぱり女性からするとそこが、いや女性はハマってほしいよ、女性が出てくると多分共感度が上がるんですよね、一気にグッとで、やっぱりぜひハマってください、そうなんです、そこを見てほしいポイントですね、はい、女性だからといってアウトローだなと思って避けるのではなく、いいかっこいいところを見てほしいです、うん、男たちをちゃんと裏でガチッと束ねていくというね、はい、姉さんですから、はい、まあええ、柳ゆりちゃん、ゆりちゃんはようやってくれましたけど、うん、素晴らしかったです、そうなんですよ、じゃあちょうど80年代に入ったところで、次回来週にまたその続きをお話しさせていただきたいと思います、はい、12月12日公開、浦井美術監督でした、また来週映画の話をしましょうね、おねゆりでした。